りこう社員の職員の中でも女性がかなり多い会社になりますので、女性ならではのこう結婚出産とか子育てっていう期間でもやっぱりこうバリバリ働いていらっしゃる女性のこうロールモデルになるような方っていうのもたくさんおりますし、そういう方が活躍できるようにっていうところで福利厚生すごく充実しているような気がしています。やっぱりこうなりたいなみたいな先輩が社内にいるってすごく素敵ですよね。あともう一つこちらの資料で男性の育休取得率が2021年は 100%、 これすごい数字じゃないですか。そうです、ぜひ自慢してください。そうです、私は男性ではないんですけど、もう今の時代はですね、女性が取れてもう当たり前、で次はもう男性もしっかりと育児に参画するっていうところで、今まではなかなか実際は取りづらい雰囲気とかもあったりしたと思うんですけども、そこを積極的に取得していきましょうということで、今非常に力を入れて、実際に私 の, 同じ部署の、先輩もですね、約1ヶ月ぐらい育休ということで休んでる人何人かいたりとかしますので、はい、今実際にそういうところを力を入れています。それはやっぱりこう歓迎というか行っておいでって言ってくださるこう雰囲気があるってことですもんね。そうですね、もう子育て経験してる人とかもすごくたくさんいるので、はい、もう今度はじゃあ誰々さんの番だねっていう感じで、はい、助け合いっていうところの気持ちがあるのかなっていうふうに思います。